どうも、かけはしです。はい、今回なんですけども、オープニング、後撮りとなっております。で、今回はですね、地元伊丹市の小屋の里小学校の盆踊り、行ってまいりました。はい、まあ、今回ね、行ってきたんやけど、まあ、楽しかったよ。うん。最高にね、美味しいビールと、ご飯もね、食ったりして。で、視聴者の方たちからもね、声かけてもらったり、最高にね、楽しかったです。まあ、今回ですね、ぜひ、見ていってほしいです。まあ、ちょっとね、いろいろ悔しい思いした部分もあったりして、ハプニングもね、あったんですけども、ね、ぜひね、見てください。それでは、やっていきましょう。レッツ、ショータイム。はい、到着しました。北見市の小屋の里小学校へやってきました。本日ね、このお祭りということで、早速ね、突撃していきます。うまいよな、ほんまに。見てください、あれ。これ祭りこんなんで、小学校の祭りこんなんあるってなんか珍しくない？並んでいくわ、並んでいきましょう。めちゃめちゃ腹減ってた、今腹すかしてきたから。どこ？朝もどっか行ってた。いや、今日玄関あげんぞ、玄関。こういうお祭りとかの小学校え、こういうさ、お祭りの時の小学校なんか憧れ、入りたくない？入りたいな。もう近づいてきたよ。さっきの子供にチーズなんか買ったろうかな。結構待ってんな。人気やな、だいぶな。なんなん、マジで。できてる。うまそう。見て、9やった。ほんまや、9やん。お前9やんけ。6じゃないやん。いや俺も6やと思ってたな。6やない。9やん。これプレゼントしていきます。あげるわ。はい、ありがとう。買うわ。買うわ。これ食べて残りの人生頑張ってな。これ何本やと思う？え、800円。何でやってんの？あ、ほんまに。マジで何でやってんの？だからここさ、ここのお祭りって知ってる？めっちゃ昔やねんけど、カブトムシとかな、コロコロコミック売っとって。え、コロコロコミック売ってた？そう、コロコロコミック売っとって。マジ？覚えてへん。いや、覚えてないわ。コロコロコミックなんか10円とか売っとって。え、マジ？ほんまに。え、ほんまに。マジでヘラクレスオオカブトも売ってた。あ、そうなんや。マジ、俺が小1とかやから、もうめちゃめちゃ前、18年くらい前。へぇ、カブトムシ売ってたんやな、ヘラクレス。あの辺で昔売っとって、ヘラクレスオオカブト。あれ食ってこ、こっちで食ってこ、人っけないとこで食ってこ。いただきます。チーズナンとバターチキンカレー。でこれさ、なんでこれ渡された？いただきます。めっちゃうまそうじゃない？うまそう。やばい、これうまっ。え、やばい、めっちゃうまい。中からチーズあふれ出すな、これ。そう、1枚あげようか。あ、欲しいです。これ食ったらあげるわ。やった、めっちゃあげてうまい。これ次もらいますわ、このチキン。うん、うまっ。他にもいろいろ食ってきたいなと思ってんけど、割とお腹いっぱいやし、しかもあの結
構ね、人が多い。想像以上に多い。今日ね、北見市でいろんなとこで祭りあんねんけど、だから分散するかなと思ってんけど、多いね、意外と。マジ見えんもん。待って、やばい、待って。めちゃめちゃ並んでない。並んでる。この列なんなんこれ。やばね。クレープの列や。ダラーマデラぐらい並んでる。やば、マジ人多いな。あ、林くんや。あ、そうそう。やっば。何してるんすか。めっちゃ、え、動画撮りに行った。あ、そうなんですか。懐かしい。マジ懐かしい。今からくじ引きやります。なんか一番いいやつ欲しいな。2階、はい、分かりました。クリカンするわ。クリカン、まず1個目。56個目、53番。あ、絶対あんまりやん。ここからここから。うんきゃ、うんきゃ、ええやろ、やろ。残念やな。やった、倒れへんやつ来た。次はな、射的やりたいんやけど、場所わからんくて、なんかあっち射的じゃないけど、なんか当てるゲームでやったから、行こう。俺の特技発揮するチャンスやから。はい、いや、大丈夫、大丈夫。まだおったわ。えって。来た。射的があった。もうこれ。ジェットキルや。射的、俺の出番、キュウリあんで。え、マジ？え、ほんまや。やったー。めっちゃ並んでる。キュウリが？射的やって。神回来た。なんでキュウリ、基準キュウリが。ちょっと安くなるんや。嬉しい。50円安なんで、めっちゃ嬉しい。だからもっと買ってくれてもいいよ。あ、めっちゃ。やばい。お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。やったー。うまいんだ、これ。え、うまいって。なんかさ、キュウリってこんなしなしないんだっけ。浅漬けやからか。浅漬けやだからです。あ、うまいわ。めちゃくちゃ染み込んでる。いる。いる。はい。ああ、見た。そう、ビールもビール。山下、勝てない。投げましたね、山下。どこで？ミート。これやってるわ。やってるわこれ。投げましたやってるわこれ。そう、ビールの。ビールない。はい。山下。こういう冗談も大事だと思う。コリコリしてる。最高。うん。
まい。あ、先に行くわ。皆さんご存知やと思うけど、俺といえば射的のプロや、射的のプロ。俺のあだ名知ってる？え、ロックマンじゃなかったっけあれ。ちゃう。え、なんなん？鉄砲王。俺まあ結構ガチで悔しい。もう やめて、もういいから。カメラとかもいいから。いや、足見つけたって。あ、ちょっとちょ、待って待ってって。そんなそんな、もうもういい。そんなそんな、ほんまに。いやいやいや、どうしたんどうしたん。待ってって待ってって待ってって。しんどいしんどいしんどい。お前しんどいね。やりたかったもん。せめて走らせて。待て、俺の立場を考えろ。どうしたん、そんな落ち込んだん。大丈夫か。射的したかった。いやでもそんなん言っても終了やから仕方ないで。気を取り直していくわ。まあでもね、へこたれててもしゃあないし。ああよ、鉄砲を。もう切るんでマジで。なめてんの。いや、なめてないです。いや、なめてないです。すいません。え、いつも見てくれてるの。見てますよ、お母さんが見てます。お母さんが見てて、君は見てんのじゃなくて。でも見てますよ、一緒に見てますよ。じゃあ、バイバイ。さよなら。はい、今回ね、地元伊丹市のとある小学校の盆踊りやってきたんですけど、まあ最高でしたね。うまいもん食って、うまいもん飲んでね、もうね、完璧だした。完璧だった。まあ射的は残念だけど、まあ、俺が悪いな。もっと早くから行って準備しときゃよかったな。鉄砲って言われてくれやねんからさ、もっと早くから準備しとくべきやったな。俺が悪いです。まあでも楽しかったよ。やっぱこういうお祭りほんまいいよね。マジでわっしょ伊丹、うまわっしょ伊丹、最高です。伊丹市最高なんで、ね、これからもね、地元伊丹市を盛り上げていけるように、私かげしね、頑張っていきます。皆さん応援のほどよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。